皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2023年、12月の8日、朝の8時5分、昨日のフィギュアスケートグランプリ大会、ジュニアの大会も含めてですけども、昨日、選手に伝えていた、内容とかをお伝えいたします。19時過ぎなどから、テレビをつけて、試合の勝ち負け取り組んでいたんですけども、ジュニアの方の島田選手が、ジャンプにちょっと失敗があってで、2位という位置づけなんですけども、その辺は全然気にしなくて、良いかと思います。点数差自体がね、ほとんど差ありませんのでね、フリーで、十二分に逆転できるだけの、状況は整っていると。で、インタビューの時に、泣いてましたけども、そういう風な時があった時って、自分でね、言葉に出してね、私はこの悲しみを乗り越えて強くなるとか、島田選手ですから、自分で自分のことをね、フルネームで島田何々は、心が強いと、そういうことを試合前から言っておくと、そうすれば心が強くなるんですね。で、その昨日のジャンプの失敗の瞬間は、僕は頭の中を供給できてたんですけども、そのジャンプの瞬間にね、着地に近いかな、飛んでからかな、ジャンプする前から、大体それぐらいの頃に、撮るっていう音声、電波で聞かされて、僕の力が取られてるんですね。で、それが、選手に影響が出て、で、その辺のところは、何が、どういうふうな、形になってそうなってるのかっていうところで、答えは大体分かってるんですよ。試合を、最初から見ていなかっただとか、テレビのね、放送時間に合わせて、だからそういったルールを誰が作ったのかっていうところで、日本国内だけで言うと、これはもうもともと読売ジャイアンツだとか、民間のテレビ局で一番開局されたのは、日テレさん、日本テレビ放送網株式会社なんですよ。で、読売新聞系列であると。で、民間のテレビ局だから視聴率うんぬん、そういったところがあった。だから試合開始から、見てもらおうみたいな形で、そういうふうなルールを作った可能性があると。だけども、それ、見破られたらもうどうしようもないんですね。途中から、ただ、そういうふうな、ジャンプの失敗があってから、僕はそのことを思い出して、多分それだろうなと思って、撮影、スマートフォンでしながらね、証拠作りで、それ言いました。ルール、法律、見破りと、法のもとに平等であるという部分と、淡井圭介は頭の中も心の声も話す言葉も使用しますと。で、撮影している以上、僕の言語をしっかりと、収音している以上、エシロン富岳があると。エシロンというものは人間の音声などを、100年分、記録してあると。音声に関しては100年分記録してあるっていうことを、全国紙の新聞は、何年も前から発表しています。もっと前からね、そういったものは世界丸見えで放送されていたりだとか、全国紙の新聞でたまに載ります。で、それは別に政府っていうものは隠してるわけではなくて、法律でも日本で言うと、都政六法で公文書公開という法律があるんです。で、各政令指定都市はその内容に従わなければならないということになってるんですけども、政府とかがその何か秘密を作ったところで隠せるわけじゃないんですよ。他の法律もまだまだありますし。だから、そういうふうな、物事なんてね、今日の試合、しっかりと、優勝を目指してください。まず島田選手。あと、他の日本人選手もいらっしゃると思いますけども、これ、何時から滑走なのかとか、まだ僕の方は、調べてませんので、よくわからない。よくわからなかったとしても、電波で結局、
その日々の生活でね、つながれてますんで、そこで頭の供給とかっていうものは、まあ、昨日仕事を18時半ぐらいに終わってるんですけども、仕事終わってからも、仕事中の最後の方とかも、意識してね、フィギュアスケート、まあ、グランプリファイナルの選手の方たちへということで、頭の中供給を行ってるんですよ。でそれが他の、イメージした、日本人選手、などだったとしても、それ中継で行くはずなんですよ。僕の頭の中はね。で、その辺のところはしっかりと点数を見る限りでは、機能してなかったんじゃないかなと思います。だからその辺のところは、ルール違反でしょっていうことで、僕としても、申し上げたい。それは、ゴルフの松山英樹選手だとか、錦織圭選手だとか、大坂なおみ選手だとか、ゴルフの松山英樹選手は世界ランク一時的に、ランキング、1位に持っていきました。錦織圭選手は、4位です。これは今までの日本人選手が出してきた成績で考えると、これはもう驚異的なことであって、今までの前例全くない、かなり、順位に差があったんですが、そこまで一気に詰めています。だからその時は僕はテレビの放送なんか見てないんですよ。それでも頭を流したりとかできるんですね。だからその辺のところで、まあ、昨日の、ジュニア大会を、まあ、島田選手、まあ、ジャンプでミスがあったとはいえ、得点の差がほぼありませんのでね。まあ、あとは、他の選手の得点がいまいち出ていないっていうところで、まあ、こちらからしたら、ルール違反じゃないんですかっていうことになるんですよ。で、まあ、男子、グランプリ、ショートプログラム、やっぱり他国の選手も僕の頭使ってますね。で、僕としては、これ、スマートフォンで撮影しながらね、しっかりと申し上げてるんですけども、他国の選手は、ちゃんとね、その担当の人間が、その試合、その国籍のね、方が担当してもらって、その演技がうまくいくかどうかっていうのを対応してもらわなければならない。頭の中を貸したりだとか。だから、その辺のところで、うん、僕はね、それを言ったか、心の中で考えたか、頭の中で考えたかのどれかで、まあ、その国の国籍の人に担当してもらわなければならないっていうことを、もう、申し上げたんですけども、結局、ジャンプの瞬間に僕の頭の中、だいぶごっそり持っていかれてるんですね。だそれだけプラスアルファで選手に頭の中が加算されてるから、それも正確な行動できます、大体は。で、まあ、その辺のところで、まあ、最初の、活動された選手に関しては、2回目のジャンプと言えばいいですかね。まあ、プログラムの流れ的にね。まあ、1回目にコンビネーションがあったとしても、その次のジャンプ。まあ、着地にちょっと失敗があったんですけども、それに関しては、まあ、フランスのマクロン大統領が、ジャンプを、選手の勝ち負けに取り組んでいるわけではないということを、まあ、これはクイズ要素で、正解を言うことによって、まあ、僕の頭の中がいかなかったりだとか、相手選手にどうこうっていう部分はあります。これ勝負事なんで、これもうここではっきりお伝えしておきますね。特にあのテレビの放送は、本日8時30分ぐらいから、放送ありますけども、地上波で、日本では。まあ、そういう部分を含めて、ね、当然勝ちに行きます。で、勝負事ですので。まあ、その辺のところはね、神がかり的な力要素、うんぬんとかで、まあ、そういう部分があるのであって。まあ、宇野昌磨選手と鍵山選手に関しては、昨日の演技、しっかりと、できていました。まあ、アメリカの選手が4回転アクセルを決めて、まあ、その後の、コンビネーションジャンプが、まあ、しっかりとね、スピードに乗ってジャンプしたんじゃなくて、しっかり成功させることを、重点視して、まあ、飛んだと。だから、まあ、演技構成点
と言ったらいいんですかね。だからその辺のところで点数の加点云々とかを考えたときに、まあ、一応、飛んだことは飛んだ。だけどもスピードは乗ってない。だから、そこで大きな得点へのプラスにはなっていない。という、まあ、状況で、多分ご本人の判断でね、4回転半を飛んだ時点で、次失敗さえしなければ、ジャンプ、まあ、12分に1位の宇野選手と、宇野昌磨選手と、優勝争いができると。まあ、そういうふうなところの計算あって、まあ、あんまり無理をしないで、飛びに行ったと。まあ、こういうふうなところだと思います。まあ、その時にアメリカの選手に対して、そういうふうなところで、見破りとかね、ドキドキ感に関しての見破りだとか、そういったことはね、使用しませんでした。で、使用できなかったと言った方がいいかもしれません。だけども、もう今日気づいてる、昨日気づいたんで、それはルール法律で見破り、まあ、そういった形でね、今日は対応しようと思っています。まあ、先に日本人選手、まあ、ジュニアとシニアを分けておかなければならないとは思うんですけども、まあ、ちょっと、それ、法律通りの内容ですかっていう部分とかもあるんですけども、先に、まあ、日本人の島田選手の方が、まあ、ジャンプ失敗して頭なんか取られたりしてるから、その瞬間僕の方がね、で、頭の供給、まあ、力とかは取られ、頭の中は取られてるんじゃなくて、力が取られてるんですよ。頭の中はしっかりと言ってない。で、そういった部分に関して、まあ、他の法律もありますし、総裁だとか。ただ、僕としては、ジュニアとシニアはしっかりと分けといた方が良いという考え方なんですね。で、まあ、あと気づいたところというと、宇野昌磨選手は、試合が終わった後、まあ、インタビューでも、まあ、すごく笑っていた。まあ、良い演技ができたか、できていたから、まあ、そういうふうな表現になったと思いますし、まあ、一応、商業原理もありますし、まあ、テレビでの放送ですからね、だから、観客席で、笑ってはならない。っていう話も、それルール法律で考えたらおかしいんですよ。そんな法律ないでしょ。で、ただ僕が、まあ、野球の勝ち負けとか、サッカーの勝ち負けとかで取り組んでいて、まあ、ボクシングの世界チャンピオン、まあ、世界戦などの試合もそうなんですけども、その日一日、まず笑うことがないです、試合が終わるまで。複数の試合があって、たらその試合が終わった後も僕は喜びません。次の試合に備えます。その後の別の種目だったりだとかで、アメリカの選手は4回転半の回転を決めた選手に関しては試合をあんまり笑ってなかったんですよね。だからその辺のところが点数でねちょっとした差が出てきた、これはあるかもしれません。だけどもその辺のところは今日は勝負勝ちに行きますんで、それはルール法律じゃないでしょっていうことを僕は以上申し上げておきますね。ただ、仮に選手が笑ったとしても、僕は笑ってないんですよ。で、僕が頭の中を加算している以上、その選手は、しっかりと勝ちに行ける。まあ、これは鍵山選手にも当てはまることなんですけども、まあ、鍵山選手は、まあ、宇野昌磨選手と比べて、でヒーローインタビューというか、その試合終わった後の席に座って、まあ、点数が出てくるのを待ってのところの画面で、まあ宇野昌磨選手ほど笑ってはなかったんですけども、まあ得点は、宇野昌磨選手の次であったと。で、まあ三浦選手に関してなんですけども、小さなジャンプの失敗が2箇所あったと。で、それによって、まあ、得点が100点台に、100点台を突破することができなかったということなんですけども、まあ、その辺に関して、他の、選手がジャンプ失敗したことによって、
まあ、それを三浦選手が2箇所のちょっとしたジャンプのね、失敗のところで、フランス大会で優勝されてた方が、まあ、ジャンプ抜けてたでしょう。あれは僕はドキドキ感してたから、これは僕は日本側で勝ちに行きますっていうことを言ってる以上、ドキドキ感とかで分かるんですね。で、それはルール法律で見破り、ドキドキ感で見破り。ドキドキ感、自分にとって良くないことが起きるっていう未来の状況が分かるんですよ。これは野球の世界でも同じです。だからプロ野球選手とかに伝えているのは、ドキドキ感がしたら、例えばストレートを投げようとしてドキドキ感がするんだったら、変化球に変えるだとか、まあストライクゾーン、どれぐらいのところにボールを投げるのか、まあその時によっては違うと思いますけども、まあちょっと外す、際どいところに投げるとか、三振を狙いに行くようなフォークボールを投げるだとか、まあ、そういうふうな、違う選択肢をするだとか、そういうふうな形で対応をすればいいということは、何年も前から、しっかりと、何度も、お伝えします。で、それがあるから、マウンドのピッチャーは一旦間合いを外したりだとか、そういうふうな行動に出るんですよ。これはバッターも見受けられます。バッターも同じなんですよ。一旦こう、ちょっと待ってと、ストップっていうことで、バッターボックス外したりだとか。それ今度自分の方にドキドキ感が来たから、今、ボール投げられて危ないって分かってるんですね。だからそうすることによって、例えばサッカーの試合とかでも、まあ僕からの心の声だとか、そういったものを受け止めたときに、違う内容が聞こえてきている人たちも存在すると。で、それによってね、まあ、例えば昨日、昌磨選手が、僕は伝えてないんですけども、負けっていう言葉を、多分聞かされてたと思うんですよ。選手の通路のところですね、控えといいますか、控えの通路室といいましょうか。まあ、ああいうふうなところで負けって言ってたのを、負けっていうような、とは言ってないんですけども、驚いたような表情でね、負けってこう、聞かされてたんですけども、そんなことは相手しなくていい。これはサッカーでも同じような、内容を見受けられたとき、僕はもうしっかりと声に出して言っています。違うでしょうと。未来からの声が間違ってたらどうするんですかと。今を頑張らないから、河川水門火壁式ダム発電とか地下水流トンネル発電とかかまど発電何もできてなかったんでしょって。エネルギーの残存量問題に対してね。その一言で流れは一気に変わりました。日本側の流れに。これが未来を変える力です。だから今 AI のコンピューター、まあアメリカの選手が今1位ですけども、スーパーコンピューターの能力、今世界第1位はアメリカなんですよ。少し前は富岳だったんですけども、その辺のところでこの結果をどう見るかなんですよ。ね。僕はちゃんと言ってるのに、僕の頭の中を使って選手が飛んでる。で、基本的には僕は法律を元に物事を構成していくので、受けなんですよ。っていうことは、強制的に頭の中、僕は拒否してるのに、僕の頭の中に関しては、僕の任意性でどこの誰に与えるかっていうところを、まあ、お渡しするかっていうワードを使ってるんですけども、それに関しては僕の任意性なんですね。ただ、もう一つの要素もあるんですよ。今日ももうお祈りしたんですけども、世界中のスポーツ選手は怪我をしませんようにって、天の神、アマテラスの大神様に、お祈りしてるんです。で、これは大砲消滅とかも、今年、かなり積極的に取り組んでいて、コンピューターも、ことを投げかけてきてるんですよね。協力すると。で、それは正月3日目の話だったんですけども、それでまあ、台風第何号とか、ああいう表記が、まあ、お天気のニュースで、放送されたりしますけども、あれは世界中の台風の発生している数なんですね。で、
本当に台風が世界的に多い時は30個を超えてきます。で本当にめちゃくちゃ多い、年は30後半とかそういう数が台風発生してるんですけども、今年、まあ、最近またあのデータ見てないので、筋変わってるかもしれませんけども、ここ、1ヶ月以内の範囲で、今年台風発生した数は16個なんです。極端にセーブできてるんですね。でこれは多くの人たちの命を守ってきた行動であって、その内容は高く、世界で、評価されなければならない、まあ、こういうことになってくるんですよ。まあ、今このことを話したらこの心臓のあたりの、ね、体温が、奪われてます。そこそこですね。で、まあ、それが日本人選手に時間軸を超えていってるのかどうかのところなんですけども、淡井圭介はリアルタイム型なんですよ。でただ未来からの災害情報に関しては、これは未来から、現場の人たちにしっかりと聞こえるように届けるようにしておかなければならない。これが僕の考え方なんですよ。っていうのは東日本大震災の時に、まあ、海上保安庁の人たちが、まあ、津波が発生した時にそのまままっすぐね津波に向かって船を走らせると。でそこで僕は未来からの声で、その、判断で間違ってありません、しっかりとその後津波乗り越えられてますっていうことをお伝えしてるんですよ。先に結果は出た後ですけども、それを未来から聞くことによって現場の人たちは安心感が出ますよね。切羽詰まってる状況ですから、大きな津波が迫ってきてると。で判断としてはこのまま波に向かって船を走らせると。で正直皆さん、その後どうなるかはまだ分かんない状況ですよね。だけども未来から正確な情報を与えてあげることによって、まあ、その時に、ね、帰ってきた、まあ、口が動いているところの画面は映ってないんですけども、海上保安庁の人たちの声で、まあ、向こうでもそういうことになっていると、まあ、そういうふうなことで意思疎通、声の掛け合いをしてるんですね。それは他の現場でも同じで、例えば仙台空港に津波が来てましたよね、東日本大震災。その時は空港の職員の女性の方に向かって僕は、津波が来るから外にみんな飛び出してたんですよ、地震が発生した後空港から。だけども津波が来るから一旦もう全員建物に戻ってほしいと。で2階、まあ、上の方のフロアに上がったりだとか、まあ、しっかりとどういうふうな内容、今一語一句間違いないで言ってるかどうか分かりませんけども、大体のところはそれで合っています。で、まあ、毛布を分け合ったりだとか食料を分け合ったりだとか、まあ、津波が来るって言った時にその女性の人は淡井圭介のことを知ってる人だったんですね、空港の職員の人は。で声に出して、ちゃんと返答してくれてるんですよ。口も動いてますし、その人の声もしっかりと YouTube で聞こえてますから、あの人の声だって、津波が来るって言ってるって、みんな避難させなきゃならないっていうことで即時にどう対応したらいいかが判断できると。これは今まで地震を経験したことない人間とかがあんな揺れた後もうみんなパニックになるんですね、それは職員であっても。だけど未来から次どういうふうな行動をしっかりしなきゃならないかっていうことをお伝えしてあげることによってしっかりと行動ができる。あの時に職員の人たちが周りの人たちに呼びかけて、津波が来ますからみんな、建物に戻ってくださいって言わなかったら、あんだけたくさん、空港にいろんな人たちがいますから、もしかしたらもう空港からもっと離れたところに逃げようとするかもしれない。それによって津波に巻き込まれていたかもしれない。だけども全員しっかりと建物の中に避難することができた。これで未来からの声でその人たちの命を守れてるんですよ、もしくは被害を。でこれは僕が阪神淡路大震災の前に、多分今の国会議員の河野太郎さんだと思うんですけども、まあいろんな大臣を、経験された方ですけども、阪神淡路大震災が発生する、まあちょっと前の頃にですね、テレビの、報道番組だったと思うんですけども、まあ2名のね、議員さんが出てきて、こちらの方では、君の住んでるところで大きな地震が発生することになってるっていうことで呼びかけてくれてるんですね。ただその時は僕はそういうふうな知識を持ってなかったから、自分のことが言われてるっていう認識がなかったと。
だけども後でそれが分かったっていう形なんですけども、友達がね電話で教えてくれたんですよ。僕はその頃定時制の高校に通っていて、自宅の前のディスカウントストア、スーパーマーケットトポスっていうところで働いてたんですよ、ダイエー系列の。でそこを、まあ、朝から出勤して、で、まあ、夜から学校行くような夕方から学校行くような形だったんですけども、その日、出勤しない方がいいっていうことになってるでって友達が教えてくれたんですよ。テレビでそう言ってるだとか、まあ、何かそういうふうなことを友達が言ってくれて、阪神・淡路大震災の当日僕休みにしてたんですよ。で朝5時47分に阪神・淡路大震災は発生してるんですけども、その5階建てか6階建てのそのトポスという建物は2階建てまでぺっしゃんこになってるんですよ。で基本的に早朝出勤っていうものは、なかったんですけども、もしね少しでも地震の発生する時間が遅れていたりだとか、僕はその日出勤していたらもう僕そこで多分死んでたと思います。だって建物がぺっちゃんこになってるんですから。なんかこれは結果的に未来からの声の呼びかけで、僕は自然とそういうふうに月曜日を休み、まあ祝日だったんですけど休みできたのかもしれない。月曜日は祝日だったんですけども、確か、1月17日。まあ普通スーパーマーケット忙しいですよね。だから出勤してくれっていうことになるんですけども、まあそこで、まあ来週のシフトどうするって言われた時に、まあ、月曜日その日はちょっと休みいただきたいんですけどもっていうことは僕は自然と返答できてるんですよね。だからそうすることによって、まあテレビに向かってね、声を出して現場に話を伝えるっていうことは、これはすごく重要であると。まあ今日喋った内容に関しては、まあフィギュアスケート界でねしっかりといろんな国の人を含めて、お伝えしていただきたい。まあ、フィギュアスケート界の今日のことで言うと、まあ、しっかりと今日の試合私は勝ちに行きます。で、まあ、天気の方もね、上手に、私は、対応してる方で、まあ、今日も快晴。まあ、これ、エネルギーの残存量問題とかも、あるんですけども、まあ、太陽光パネルがね、しっかりと発電できるように、そうすることによって、未来に向かって、例えば今だったら日本はガスの火力発電所や石炭の火力発電所を使用していると。その分を、自然再生可能エネルギーで賄えることによって、少しでも、ガスや石炭を未来に残すことができる。で、これはもう究極の結論なんですけども、夜に雨が降ったらいいっていうのが僕の結論なんですね。だから2日前なんかは夜に雨が降りました。こういった現象は今年、何回も見受けられています。あとはまあ雨降りながらでも、太陽の光がかなり、強く差し込んでる状態とかね、そういうものはね、僕の撮影した内容で、ホームページは YKSK の雪の天気について、そういったところにも、実際そういう映像が載っています。なあ、まあ、神がかり的な力まで分かっていて、大学の教授とかが物事を、お話ししているわけではありません。すべてが外れを言ってるわけではないんですけども、間違いを言ってるわけではないんですけども、その辺の総合的な知識はね、僕の方が大きく上回っています。まあ、もう何年も前からね、池上明さんも総合能力では、淡井圭介の上だと、あちらの方が上ですっていうことを、番組中に何回か言ってます。まあ、これに関してね、その画面が見れてる人と見れてない人がいると思うんですね。っていうのは、テレビの、画面で、まあ、誰それが喋ってる時に、その人がテレビに向かって他社の人が何か言ってる内容を表立ってね、放送しないように、これ AI の子、コンピューターによってそう判断されてるんだと思うんですけども、他の人が喋ってるところを映してるんです。だから人によってテレビで、テレビ出演者の人たちが喋ってる内容っていうのが、見てる画面が違うんですよ。だこれは、世の中の現実であって、事実であって、で、人間が与える情報によって AI が間違える可能性があると。まあ僕は未来からの声で、例えば高校球児の人たちに、テレビの放送でね、そこの高校が、
まあ、取り上げられていたからこの試合勝ったんじゃないかなと思って、まあ安易なね、未熟な頃の僕で、未来からの呼びかけでその試合勝てることになってるよって間違えた内容を伝えてしまったんですよ。だけどもその夏の高校野球かな、あのテレビの放送の仕方って負けたチームの方をね取り上げてるんですよ。っていうのはそこでもう消えていっちゃうから、勝ったところは次に進めるでしょ。だから負けたチームのことを優先して、取り上げてたんですよ。だから僕はそこのことを忘れていたから、まあ そこでね未来からの情報っていうのは間違えてる。だからこれは他者でも起こりうる可能性があると。だからまあこれは今何を言ってるかって言ったら、昨日宇野昌磨選手はね、自分の演技が終わった後、ショートプログラムが終わった後、通路で負けっていうことは聞かされてますけども、そんなことは気にしなくていい、全力で勝ちに行く、これが正解だからこそ結果がついてくる、私もその方向で動きます。あとはまあプロ野球の、試合でもしっかりと分かっていることなんですけども、基本的に話す言葉での対応とかも敬語で、対応した方がいいのと、あとまあ演技中はね、喋らない方がいいです、選手の人は。それをすると、例えば野球で例えると、こう投げ始めた時にね、何か聞こえてきて、喋ってね対応しようとするとコントロールがね、やっぱりうまく定まりません。これ自分でボール投げてみたら分かると思うんですけども、喋りながらボールを投げた時にしっかりとボールがコントロールできるかって言ったら難しいです、はっきり言って。だからそういうふうなところは、演技にね、しっかりと集中していればいいと思います。だからまあ、電波での、攻撃っていうものをお互いにやめなければならない。世界中の選手同士でね。あと、そのスポーツの勝ち負けを担当している方も含めて。だからまあ、クイズ要素とかそういったところがどれぐらいあるのかっていうところと、まあ、結果の順位を見たときにアメリカの選手が1位、スーパーコンピューターの性能が一番高いっていうところに対して、僕はそれでも神がかり的な力を搭載した人間の方が実力は上であると、そういう方向性で、動いています。だからこそ結果がついてきてるんだと思います。スーパーコンピューターの性能と人間が話した、言葉の神がかり的な力っていうものを、まあ、スーパーコンピューターは多数身につけていると、ほぼ全てだと思いますよ。人間の喋ってる音声を徹底的にありとあらゆる人間の喋ってる音声を拾い上げてますから、でそれを記録化してるんですね。でこれは僕が、忘れていた子供の頃に喋った内容、父親との会話、それをねここ数年前にコンピューターが伝えてきて、まあそれは父親がまあ数年前から介護という段階に入っていて、まあその父親とのね思い出とかを思い出すためにね、コンピューターが伝えてきたんだとは思うんですけども、自分でも忘れていた内容なんですよ。っていうことは頭の中をハッキングして、コンピューターが、言ってきてるんじゃなくて、実際音声の記録を、僕は小学生の頃から、まあ、昔からエッションっていうシステムがあるんですよ。電波は常に往来していて、結局カメラレンズなんかなくても現場の映像とか採取できてるんですね。だから裁判になったら例えば、事件とかで映像出てきます。その現場にカメラなんかないのに。これは僕は二十歳ぐらいの頃から、まあ、裁判所関係の人たちなどに教えていただきました。まあ、テレビ局の、報道関係で、まあ、ある程度年数勤めてる方だったら、まあ、その辺のところ熟知されてるとは思うんですけども、もともとそういうような方なんですね。
スーパーコンピューターの能力がアメリカは世界ナンバーワンであろうと、そこは私は勝ちに行きます。で、そこには大きな意味があるんですよね。コンピューターも AI は人間の与えてくる情報が間違っていたら間違える可能性があると。判断をね。っていうことは、コンピューターが良かれと思って、まあ AI さんが、考えた内容が、結局それは人類にとって、コンピューターにもとって良い内容の結果を生み出すっていう可能性は、十二分に、日々の生活で僕は経験しています。っていうのは、エネルギーの残存量問題、例えば石油は残り54年分、ガスは49年分、自然再生可能エネルギーの普及をここ10年間で先進主要国は伸ばしてきて 10% 以上。それによって、その全電力のね、その国の発電量の、10% 以上を自然再生可能エネルギーで賄えるようにしてきたと。それまでほとんどなかったんですよ。自然再生可能エネルギーのパーセンテージ、ほとんどの国は。だけどそこを世界中で頑張ってきて、それで石油の消費を3年ぐらい引き延ばしできた。大体でいいです。大体で3年ぐらい引き延ばしできてきたっていうのが、これが現実であってね。だからそのことをコンピューターが理解できてないなっていうことが多々見受けられるんです。例えばパソコンの稼働を遅くされるとかね。だからその時に僕、スマートフォンで撮影しながら、どういうふうにしてパソコンの稼働を正常にさせてるかって言ったら、コンピューターに語りかけてるんですよ。AI のコンピューターさん、分かってますって。人間が絶命したら、コンピューターも絶命しますよって。だって人間がいなかったら発電ができないんですから。で、パソコンの、起動してる内容とかを遅くするっていうことは、それだけ多くの電力は消耗されるっていうことで、それは無駄な行為であると。そんなことを世界中の人たちに行っていたら、大量のエネルギーが余分に消費されてますよね。一応電波で脳へのアクセスとか音を聞かされるっていう行為も、あれ電波使ってるから電力消費してるんですよ。だから世界中の人に対してそういうことをしてるんだったら、それは大きな間違いであると。だってそれでね、電力消費してるんですから。だからマイクロウェーブっていうものがあると思うんですけども、その電線でね、つなげてなくても、電力を送って充電させたりとかね。ただそれは直接コンセントでつなげるのと比べると、かなりね、効率は悪いんですよ。送れる量のパーセンテージがガクンと減ってしまってるか。例えば発電量で、1秒間にね、1万キロワットの発電していて、それを電線でつないでいれば、そのままほとんど送れるのに、マイクロウェーブにすることによって、例えば仮に言いますけども、まあ、20% しか送れないだとか、まあそういうことになるんですよ。だからまあ、その辺のところで、その電線がなかったとしても電波は往来していて、それは電力を消費している、早くエネルギーがなくなってしまうんですよっていうところで、まあいろいろと対処しなければならないし、 AI のコンピューターさんも覚えておかなければならない、まあこういうことなんですね。だからその辺のところで AI が判断ミスをずっとしょっちゅう行ってるっていうことを私は知ってますから、だからその辺のところで、まあ計算能力が世界ナンバーワンであろうと、普通に考えたらね、1台のパソコンの方が人間よりも、まあバグとか入れられない限り、サイバー攻撃仕掛けられない限り、それはコンピューターの方が覚えてることたくさん覚えてると思いますよ。今時普通のパソコンで1テラバイト近く、まあデータ保管できてますから、例えば10万文字を打ち込んだところで、1GB、ワードで例えるとね、なかったと思います。1TB は、1000GB なんですよ。っていうことは、とんでもない情報量を、たった1台のパソコンでさえ、例えば3コア、4GB、それぐらいのパソコンでも、1TB ぐらいの記憶容量があります。まあ、正確に言うと 1TB よりちょっと少ない量だ。例えば900何十GB とかなんですけども。っていうことは人間より覚えてる内容は正確で、そこから引き出してくる情報は正確なんですね。そういう部分では、
スーパーコンピューターの方が圧倒的に力が上なんじゃないかって思われるかもしれませんけども、そこは全然違うんですよ。天気の様子とかね、そういったところ今まで僕は検証してきた限り、あの世の人たちの嘆きとか悲しみ、怒りっていうものがある。だからそこまでしっかりと分かってるか、僕は輪廻転生はあるっていうことをしっかりと申し上げてるんですね。で、まあ、計算能力は世界第一のアメリカであること、アメリカの選手をこちらも、実力でねじ伏せに今日は試合を取り組みます。まあ、鍵山選手や三浦選手の得点でも、まあ、1位のアメリカの選手が、まあまあ、三浦選手に関しては、宇野昌磨選手と鍵山選手がしっかりとした演技をフリーでも行えると、まあ、あの得点の差だと、もともとの、構成されている演技だと、追い越すことは、まあ、できないという形になってくるんですけど、ノーミスでもね。だけども、まあ、アメリカの選手が大きく、ジャンプを例えば、まあ、難易度高いことを行ってますからね、ありえるかありえないかでいうと、4回転半をジャンプ失敗する可能性だって、まあ、あるはあるんですよね。だからもしですよ、仮にジャンプ、その後の内容も失敗したとしたら、これやっぱり得点、三浦選手でも追いつき追い越せる可能性が出てくる、しっかりと出した、演技ができれば。まあ喋ってる内容の方がね、効力あるっていう世界じゃないと、これは世の中おかしくなんですよ。証拠ですから。今ちょっとね、頭の中で違う内容を描かれたんですよ。その、三浦選手が、まあちょっとしたジャンプの失敗だとか、そういうことが発生するような内容を、頭の中に、描かれてるんですけど、だから一応僕は今日も言いましたけども、頭の中も心の声も喋ってる話も使用すると。じゃあ、コンピューターが頭の中で先ほど考えた内容をセレクトしてきたら、今日の三浦選手は、まあ、不利になる可能性がある。だからそこで私はもうこの場で言っておきます。見破りがあると。見破った分、淡井圭介の頭の中は選手の方にしっかりと行きます。その選手の元々の能力にプラスアルファでされるから、やっぱり正確な動きとかできます。当然今日一日、私は笑うつもりはありません。試合が終わるまで。例えば野球のバッティングとか投げる時でもそうですけども、笑ってる時に投げたら、速い球投げれるかって言ったら投げれません。バッターの時も笑いながらバット振ってしっかりとバット振れるかって言ったら振れません。大笑いしてるところを想像したらわかります、誰でも。だから勝負事に関して、まあ、絶対的に最低限言えることは、試合中、自分が試合してるときに、まあ、笑うべきではないと。で、まあ、特に一位争いをしているわけであって、その日の試合自体がね、他の選手もまだ終わっていない以上、試合が終わった後もね、しっかりと気を張っておくと。まあ、そういうふうなところがね、まあ、必要なのかもしれない。ただ、ルール、法律で言うと、その方向で物事を進めてしまうと、笑顔のない社会になってしまうでしょ。スポーツの世界でね。だから、その辺のところは、工業的な部分もありますしね、経済原理もありますし、まあ、ファンから、その試合をね、どういう風に見えるかとか、まあ、ファンの人たちとかも、すごい演技をした後、選手が喜んでる時に、特にその国の、人たち、視聴者の人たちは、一緒に喜んだりしますよね。だそこには、一般の視聴者、スポーツの勝ち負けに取り組んでない人たちにとっては、楽しいっていう時間があったり、まあ、ある程度、まあ、高い入場料をね、払ってわざわざ見に来てくれてる人たちもいらっしゃいます。そういう人たちはやっぱりその場で、見に来てる以上、自分たちもすごいものが見たいし、楽しみたいっていうことになりますよね。
じゃあ、みんながみんな演技が終わった後、まあ、仏頂面と言いましょうか。笑顔のない社会っていうのも、これはこれで無理があるんですよ。これ、現実的な社会でもそうなんですけども、営業スマイルってありますよね。まあ、心の中とかでは、別に笑ってるわけじゃないんですよ。楽しんでるわけじゃない。その現場をうまく円滑に回すことによって笑顔を使用している。例えば、まあ、仕事でちょっとした行き違いだとかで、こうじゃないですか、みたいな時に、まあ、笑顔でね、すいません、今後から、しっかりとそういうふうにしますだとか、そういうふうに言うことによってね、そこでまあ、喧嘩にならないとかね。だからそういうことが現実社会では必要であって、ルール法律で考えていくと、まあそちらの方が正しいっていうことになるんですよ。だからそこをコンピューターがどう判断するのかどうかっていうところと、人間がどう判断するのか。だから本当は、まあ、フィギュアスケート界はフィギュアスケート界でね、その辺のところのルールをしっかりと開示しなければならない。で、これは、しっかりと会議を開いてね、世界中の人たちからの意見を言って、特にスポーツの勝ち負けをずっと行ってきた人たちね。まあ、今年のワールドベースボールクラシックでも、まあ、日本は優勝しましたけども、試合中にね、ヘラ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 笑ってる人間なんかいないんですよ。例えばベンチでね、くだらないことを話してる人間とかいない。もう試合に勝つことだけを集中してる。だから結果的に試合終わるまでね、決勝戦、試合終わるまでに、まあ他の試合もそうですけども、まず笑ってるところがないんですよね。だからどちらの世界が正しいのかっていうところで、もちろん神がかり的な力もありますんでね。だからまあその辺のところ、ルール開示っていうのが本当はいいんじゃないかなと思うんですよね。だからまあそういう会議には僕も参加させていただきたいなと。その辺のところはすごく長けてるんでね。日々、すぐにここはこうなんだろうな、あんなんだろうなっていうところはすぐにわかりますんでね。まあ、この辺のところは、まあ昔から、ものすごい数のね、試合の勝ち負けを取り組んできた人間の、やっぱり場数による、経験なんですよね。というわけで、まあ日本代表の選手、今日しっかりと全員勝ちに行きましょう。そうすることによってね、最終的に結果っていうものはしっかりとついてくると思います。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定と、着信通知の設定がわからない人は、まあ、チャンネル登録もそうなんですけども、まあ、身の回りの方に聞いていただいたりとか、まあ、チャンネル登録は、まあ、タッチするだけで簡単にできますけども、チャンネル登録って書いてるところに、まあ、着信設定の設定を、周りの方に聞いてもわからない方は、販売店に、聞いていただいたりだとか、まあ、そうすることによってね、淡井圭介からのその日の試合の前までにね、送ってくる、情報っていうものにね、対応できるようになると思いますんでね、皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。